おはようございます。今日家族と一緒に朝ごはんを食べます。せっかくなので、皆さんにもロシアの一般的な朝ごはんはどういうもの普段食べてるのか紹介、しようかなと思います。まあ、普段はロシアの朝ごはんとして、カーシャを食べるんですね。カーシャは、まあ、日本のおかゆみたいなものですね。まあ、今日はオートミールカーシャですね。で、上はラズベリーが乗ってますよね。これは、ダチェで自分で育てたラズベリーですね。いただきます。クシンカイ美味しい。で、両親が食べてる最中に私ちょっとパパパッと紹介しますね。で、普段も食べてるのはソシースキですね。ソセージ。これ一番でかいのはパパさんのソセージです。だっぱぶしさめぶしゃいとえや。で、あとは、ロシアでよく食卓に見ることができるコッテージチーズですね。こういう牛乳から作った、まあ、チーズ風なものなんですけれども。で、それにこのスメターナ、サワークリームを入れます。乳製品ですね。これもあともう一つキフィアですね。美容キフィアもよく朝朝食に飲みます。これはすごく腸の働きがよくしてくれる飲み物ですね。乳製品です。で、あとは、白黒パンね、ロシアの代表的なビルチョルネフレブル、白黒ライ麦と小麦ですね。だ、ビルエタトプラスタイビルエモカあエタトルジナエ。そしてバターと、これはちょっとブチュルブロって言うんですけれども、チーズ、卵、マヨネーズ、ティール少しこう刻んで混ぜてパンの上に乗せて食べるものですね。まあ、こういうちょっと、まあ、一般的な食べ物なんですけれど。さあ、じゃあいただきます。うん、すごくおいしいです。普段は何時から朝食食べるんですか？7時頃ですね。平日の時は7時、7時食べるんですけれども、休みの時はもうちょっと遅めで食べてます。うん、это моя, да? Да. Ещё жарим яйца или варим яйца? Это всегда. Но сегодня у нас их нет. あと卵焼きか、まあ、ゆで卵を食べるんですけれども、今日はなくなったから今日は卵食べないですね。美味しかった。パパはやっぱりソースがないと食べれないから。おお、なるほど、お好み焼きソース活躍。Тебе нравится так прямо, да? Мне тоже нравится. Да? お好み焼きソースもそのまま食べるんだ。不思議。コテージチーズなんですけれども、よし、замешаю, да? スメタナ入れますね。サワークリームを入れて混ぜるんですね。あ、もしも。中はこう真っ白ですね。おいしそう。これスメタナ大好き。日本にも探せば見つけることができるみたいですね、サワークリーム。まあ、でもちょっとやっぱりロシアのサワークリームは違うんですね。おお、濃厚。たく、и сахара, да, немножко надо?Я люблю сладкое, ты не любишь сладкое, тебе хватит. Ну так, немножечко. Скоши так и ели. Де, соно, а то кое фуни мазэмас. Сасуку, итадакимасу. Ча, итадакимасу.母国の味ですね。大好き。もう本当に
日本にこれ食べれないから、ロシアに戻ってくるだけは必ずこれ朝ごはんに食べるんですね。自炊だけ毎日。すごく日本にいるときは食べたくなる料理です。開けられない。チェニブライラ。正しくない。ああ。Понял? Куда вы придёшь? Так, чай с утром. Ага, да. Итадакимас. Так, ложечку. Ты чай? Да. Ой, кисленький. Суп. Суп пойло. Или кофе? Чай есть. Да. Тонизирующий. Вкусно, вкусно. Кадзоку ниёте. Мочерон, ташо чегау асагухан га дете куру то мун дес кередомо. Так, мама га, коре га яппа ски дес не. Коре ва мите курасай. Коре дай, мама но, мама сан но дай ковуцу дес не. Максим тую инстанто кофе. Фудан Сахарин но お店で買うことができるようになりました。ランチにやばらだ。おい、ランチにやばら、しゃすん、あの、おんびぜ продается。昔これが、サハリンのお店で買うことが全くできなかったので、まあ、知り合いを通じて、日本で買ってもらってたんですね。で、今はもう、自由で買うことができます。やっぱり時間の流れですね。これは、まあ、平日の朝ごはんなんですけれども、時間があるとき、週末とか、まあ、休みとか休暇のときはこれだけじゃなくて、もう一つロシアの有名な、まあ、デザートというか料理を、作ってます。それはブリンチキと言います。ブリヌイ、ブリンチキ。それも皆さんにお見せしたいと思います。これからママと一緒に作っていきます。今日ママさんと一緒に、ブリンチキを作りたいと思います。ブリンチキはすごく作り方が簡単です。まず材料費を紹介しますね。サラダ油、卵1個、重曹、塩、砂糖、小麦粉と少し温めた牛乳です。これを全部入れて混ぜて作ります。作っていこうかと思います。давай, мам, начинай. Так, добавляем горячее молоко. 温めた牛乳を入れます。 270g. 50 градусов. Кидаем соду. Кончики чайной ложки обязательно загасить горячей водой. Вот она шипит. Потому что если не гасить, то она будет не... По вкусу. Где-то столовую ложку. Так. Все, начинаем размешивать.生地が出来上がりました。これから焼いていきましょう。じゃあまずは油でフライパンを引きます。その後はフライパンを持って生地を乗せながらフライパンを回します。ウィッ。чем больше дырочек, тем что? считается вкуснее, блин.穴がいっぱいあればあるほどブリンチキが美味しくなりますと言われてます。おっ、パパ、おっ、クラサタ、美味しそうですね。ちょっとクレープのようなものですね。クレープより薄いです。うまい、ブリンチキ。はい、おっ、パパ、じゃーん、出来上がりました。1枚目です。さあ、これからどんどん焼いていきます。
ました。私も一枚作ってみようかと思います。いきましょう。私も日本にいるときはたまにブリンチキを作ります。たまにというかめったにですね。だやっぱりこれが一番難しいやん。綺麗なブリンをブリンの形作るのは難しい。わお、足りなかった。まあ、посмотри, какой у меня блин получился. Ну, какой получился. そうね。多分もう大丈夫と思うので。できないよ。ニューニューニューポーチャイズ。何か下手くそだな。もう一枚作りましょう。今は練習でした。今は練習。もう一枚いきます。おママのすごくブリンチキが綺麗んだけど、私のすごいなんかもう。もう一枚いきます。ここすごい ドキドキ。うわー、あー、なんか足りないよ。Но он мне вот прям чуть-чуть не хватает, смотри, вот прям вот. Ну вот видишь, вот тут у тебя много да. теста, поэтому когда начинаешь лить сразу, вот, и смотри, как она заполняет. Ма, ойшкири, в основном, мама, ты вырежу, кара, я. Так, пригасим масс. Пш. Ике-ике-ике-ике. Уэй! Ай. Опа. いける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 、なよっしゃー、できた。うぃー、ほらだおーまるまる、イエーイ。どうノーなるまるなるまるまあ、大丈夫。いいじゃん、丸いじゃん。たく、いい、ほっぱ、おーやっぱりママが作ってるブリンチキは薄くて丸くてすっごい綺麗な形なんだけど、в чём секрет твой приготовления таких блинчиков? Опыт? Да, опыт. やっぱり経験が大事。そうだよな。ママのブリンチキ私も大好きですね。帰るときは必ずブリンチキ作ってほしいとだ。Я всегда возвращаюсь, говорю, мам, сделай мне блинчики. И несколько раз. Да, そう、何回か、何回か食べるんですね。本当にママのブリンチキ最高。はい、出来上がりました。すごい丸々綺麗なブリンチキ出来上がりました。これからブリンチキと紅茶を飲みたいと思います。朝ごはん引き続きです。さあ、もうブリンチキ出来上がりました。ママは食べたくないって言ってるけど、パパを呼びたいと思います。パパ、はい、ブリンチキ、ガトーバ。はい、こんにちは。チャイ、チャイ、コーヒー。チャイ、チャイ。ブリンチキの食べ方も様々があります。ブリンチキに、なんかトッピングがありますね。例えば、うちはあるトッピングジャムですね。これはアンズジャムです。じゃん、おい。アンズジャムですね。とあと、よくブリンチキとスメターナと一緒に食べますね。だ、スメタンか、サワークリーム、サワークリームを乗せて食べる。あとはちょっと高級な食べ方なんですけれども、まあそういう食べ方もあります。イクラを乗せてブリンチキ食べます。じゃん、マブして、あ、8月にサケが産卵だった時期なので、その時はイクラがでお店の中で出回ったので、はい、これイクラを買ってブリンチキとイクラ一緒に食べれます。好きなトッピング乗せて食べる。こういう風にまず 4回こういう風に好き、まあ私もこんな感じ作って、じゃあパパはイクラを乗せて食べるんですね。あ、中に入れる。あ、中に入れて閉じて食べることもできるんですね。私サワークリーム欲しいな。全部どうだ？だ。で、
こういう風にこうつけて食べます。いただきます。Это сладко-солененькое. Угу. Очень вкусно. Так же. Да, на кого икра гахайтерен десне. Вот сюда, вот сюда. Блинчики ва, кое-фуни, 甘くないものを乗せて食べれるし、で甘いものこうジャムみたいなものを乗せて食べれるので、だからちょっとまあデザート系軽食、軽食みたいな感じです。クレープちょっと似てますよね、やっぱり。はい、乾杯飲みましょう飲みましょうホットティー飲んでます。ブラックティーですね、やっぱりロシア、ロシアといえばブラックティーかな。まあSpasibo za blinčiki. Пожалуйста, блинчики, скульте курите, аригато. Ха-ха, аригато. Ойжи, вкусно. Двойщи. Има сметану. Сметану? О. О. Носе мас. Носе мас? Носе мас. Вау. Вот так раз. И носе мас. Итадакимас. Носи мас и тогда кимас. やっぱりあのイクラは美味しいんだけど、高級品ですから高いものですね。だからいつもあるわけじゃないから、なんで一般的なのはジャムかスメタナですね。よし、食べ終わって一日スタートですね。Да, сейчас покушаем и день начнется. Да. Это мой блин. これ私が作ったブリン。全然ママと違って。って、испекла? Да. これ、アンズジャム乗せます。これ、母が作ったジャムです。Так, еще один. Уговорила. Еще один. Мой一枚食べる。アンズジャム。アンズジャム。Да. Абрикосовое варенье. アンズ? Абрикос? ジャムバレンジ。ジャムバレンジ。だ、母が作ったジャムですね。すごく美味しい。フクスネマンバレンジ。こう種も入ってる。母、どうもありがとう。ты можешь ответить ему どういたしまして。どういたしまして。どういたし。たし。まして。まして。どういたしまして。だ。どういたしまして。はいはい。ありがとう、おいしい。母、マラデツ。母、マラデツ。私は好き、母。おお。おお。愛してる。так что? Говори, 愛してる。愛してる。愛してる、だ。母は愛してる。母は愛してる。Ха-ха, о, айштер. Ха-ха сидит, ничего не понимает. Ха-ха, маха. Сказал, что любит тебя. Ух ты! И за блины тоже. Хай, гостя сама дейста. Ха-ха, готскуты курите блинчики, я пари. Сайко! Сайко? Сайко. Сайко! Матане! Пока-пока!